ホタテ必見お面作り方自己流超頑丈タイヤリ参りますファイト用意するものガムテ両面テープハサミダンボールお面素材の紙今回は今年のハロウィンで仮装した質の悪い田中先輩の顔面をお面にしていきます全くもって使い時ないお面素材作り方このアプリ使うよ1背景トークアプリで素材のお面にしたい部分以外を削る2ラインカメラで透過した素材を長方形の白背景とくっつける拡大しすぎると体のサイズに合わないビッグなお顔になるからちょっと余白残すぐらいが良きそのまま印刷 A4 サイズはいということで印刷したやつを切って切って切りまくって生首にしてやりますよ段ボールのここ長い方でこの長方形さらに細く3本分ぐらいに切りますただ使うの2本だけガムテープという錬金術を用いて縦横縦横ってかける2回ぐらいやると頑丈の長い棒になりますでその棒を自分の頭のサイズに合わせてぐるっと巻いてねここだーってのを見つけますその位置をガムテープで固定していきや術式判定バカダンボール解体するここから両面テープ使って段ボールに特級呪物貼っていくよしっかり貼れたら段ボールごと型に沿って切りますパッパッでは最後にこちらとこちらをピュージョン合体さすよモーガム手は先に出しとくくっつける前に顔からはみ出ないかどうかしっかり位置確認そしてここからはパワープレイ縦横縦横とね隅々までしっかり段ボールじゃないゴミテープガムテープでくっつきますおいおい完成じゃ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 ではかぶりたいと思いますウィーンガシャウィーン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 うわーこんにちは田中です。これを作り方で作るとマジで頑丈なのよ。真似して作ってみてね。